ナマステエブリバディ。どうも、シャロブラザーズの沢尻です。はい、というわけでですね、皆様お待たせをいたしました。講座シリーズですね、インドを目指したヨーロッパ編ということでですね、第2弾、いきたいと思います。第1弾でね、皆さんにそもそも大航海時代っていうのは何かっていうのをね、5W1H でご説明をしました。ね、それで皆さんね、見ていただいて、大体大航海時代ってどういうものかなっていうのが理解できたと思うので、次はね、いよいよ各国の事情にね、迫っていきたいと思います。まず、第1カ国目は、ポルトガルです。このゴアっていう街なんですけれども、1510年からね、併合、ポルトガルに併合をされて、実は1961年までね、ポルトガル領地だったんですね。で、今ね、インドではビーチリゾートとしてすっごく有名な場所だし、ポルトガルがね、支配していた当時のね、面影を残す場所もあったりして、すごく有名な観光地になってます。ですので、ぜひね、この動画、ゴアに行く前にね、見ていただいて、ちょっと勉強して深めていただいた後に、ゴア行っていただくとね、より、ゴア、楽しめるかなと思います。それでは行きましょう。ショー。というわけでですね、ポルトガルなんですけども、まずポルトガルってどういう国だったかね、言うと、もう押しも押されるね、ヨーロッパの中で一番最初にね、このアジア進出っていうことを考えていた国ですよね。1498年にバスコダガマっていう人がアフリカ南端の喜望峰を回って、インドのカリカットに到達するね、そこから歴史は始まるんですっていう、そういう話でしたね。はい。で、そのカリカットっていうのがこのインドのここですということですね。ただし、ポルトガルね、その後一番大きな拠点にしたのはカリカットじゃありませんでした。1510年にね、ゴアっていう場所を拠点にしました。これね、アルブケルケっていう人がね、このカリカットのちょっと北にゴアという都市があるんですけども、そこを征服してね、一大拠点にしましたね。なぜかというと、カリカットよりも良い港があって、しかも守りやすいというね、そんなような理由からだったと言われていますね。で、インド、ゴアね、そういうところに拠点を置いたんですけれども、彼らの狙いっていうのはね、インドというよりもさらにもっとね、東の方にあったんですね。今のスリランカであるセイロン島だったり、今のシンガポールのちょっと北にあるマラッカだったり、今のインドネシアにありますモルッカ諸島だったり、そういうね、もっと東にあるところを攻め入るために、このインドのゴアっていうところをまず押さえたんですね。なんでかっていうとね、先日も言いましたけど、香辛料なんですね。このモルッカ諸島っていうところが実は香辛料の主産地と言われていますね。胡椒とかよくある香辛料はもちろんインドでも取れるんですけども、もっとね、マイナーなナツメグとかさ、そういう香辛料っていうのはこのモルッカ諸島でしか取れないっていうのがね、あるんですね。なので、インドネシアの方までこう行くためにね、一旦このゴアっていうところに拠点を置いて、そこからこう人を派遣していくっていうことをやったんですね。じゃろか。で、さらにね、モルッカ諸島まで行って、そこで終わらなかったんですね。東アジアの方にも手を出そうと彼らは考えたわけです。ね、中国と日本にも手を広げる。っていうことでね、実際、皆さんね、マカオには行ったこと結構ある人多いんじゃないですかね。中国のマカオ、これはポルトガルが植民地にしたところですよね。それから皆さん覚えてますか ?1543 年、種子島にポルトガル人が流れ着いて、そこで鉄砲が伝来したって言われてますよね。なんでポルトガル人が当時日本にいたかって言ったら、やっぱりここなんですね。貿易をゴアの方からぐっとこう北の方まで手を広げようとした、その過程で彼らは流れ着いてきたわけです。ね、それで鉄砲伝来なんていうところにもこう伝わっていったわけですね。で、種子島に着いたし、その後ね、長崎の平戸っていうところにこう商館を置いてね、貿易をやるっていうこともやっていったということです。じゃろか。で、彼らは何がしたかったかね、貿易なんですけど、どうやって貿易からね、利益を上げようとしたかっていうと、もう一つこれなんです。交易ルートの独占っていうことですね。つまりね、当時このヨーロッパから、それゴアカリカット、それから、東南アジアっていうところはね、
いろんな商人がいたんですね。例えばアラビアの商人だったり、それからいわゆる華人と言われる中国人であったり、それから和人と言われる日本人であったりね、いろんな人がいろいろな、商売をしていたんですけども、そこからね利益を上げるにはどうしたらいいかね。当然そういう人たちを締め出して、ポルトガル人だけの領域にするね。そうすれば、そこから上がってくる利益は全部総取りができるね。そういうことを考えたわけなので、当時のねポルトガルが支配していた領域っていうのを見てみると、実は全部沿岸部なんですね。内陸で彼らが支配していた場所っていうのは一箇所もないんですね。ということはつまりどういうことかっていうと、沿岸部を支配するで、内陸部は支配しないけれども沿岸部を支配してるってことは、そこに囲まれた海域を支配するっていうことなんですね。だから当時のねポルトガルって何て呼ばれてたかっていうと、海上帝国って言われてたんですね。陸の帝国じゃなくて海の帝国ね。それがポルトガルの目指す姿だったっていうことなんです。じゃあロゴだ。もっと具体的に言うと、彼らはこういうことをしました。通行手形、括弧カルタスの発行ね。さっきも言いました、イスラムの商人がいたり、中国の商人がいたり、日本の商人がいたり、いろんな外国籍の商人がいるの中で、どうやって利益を上げるかってことを考えた場合に、彼らをただただ締め出すよりは彼らを利用した方がいいですよね。だからポルトガルの正式な船には、もちろん、ポルトガルとして、貿易をさせますとね。なんだけど、例えばそういうイスラムとか日本とか中国とか、そういった人たちの船に対してはこの通行手形っていうものを発行するね。で、通行手形のある船は、身分を保証する、安全を保証する。ただその代わりに、必ず航海中はポルトガルのこういうボアとかカリカットとか、そういう拠点を訪れてくださいね。訪れた暁には必ず税金を払ってくださいね。さもなくば、命は保証しませんよ。で、そういうことをしたわけですね。だから、ポルトガル人はポルトガル人として自分たちで貿易をやって、利益を上げ、で、こういう外国人の商人に対しては通行手形っていうのを発行して、そこから得られる税金で利益を上げるっていう2つのね、ビジネスを彼らはやってたっていうことなんです。じゃあロゴだ。はい。というわけでね、こういった形で海の帝国を作って、貿易をしたり、それから税金を徴収したりね、して、栄えていったポルトガルなんですけど、実はそんなに長続きしなかったんですね。なんでかっていうのね、これからちょっとずつ説明していきますね。まずポルトガルの一番のね特徴っていうのは、王族の影響が強かったねっていうことなんですね。これはちょっと対比をしましょう。東インド会社っていうね、用語、これ皆さんよく聞いたことがあるかなと思いますね。東インド会社っていうのは特にイギリス、オランダ、フランスあたりが、このね、東南アジア、南アジアを統治するためにね、作った、貿易をするために作った、そういう会社の仕組み、だったけれども、ポルトガルはね、そういう会社の仕組みはなかったんですね。王族が直にお金を出して、あるいは他の業者とね、共同してお金を出して船を作って、船を偽装して、それで貿易をさせていったねっていうことなんですね。で、これは一つにはいいこともありますね。王権がいるので、財政が安定していれば、王から多大な資金援助が得られるね。これはすごくいいことですよね。経済の状況にあまり左右されないっていうことはいいことなんだけど、一点悪いことがあって、当然政治の状況、もっと言うとね、国際的な紛争とかそういう状況に左右されやすいっていうことがありますね。これちょっと後で説明しますね。はい。で、もう一つね、ポルトガルの特徴としては宗教色が強かったっていうことですね。これね、前回の動画でちょっと説明しましたけれども、なんでそもそもねヨーロッパが、頑張ってこうインドとかね東南アジアの方にこう出ていったかっていうと、いろんな要因はあるんです。お金儲けがしたいとかね、いろんな要因はあるんですけど、一つにはねイスラームが怖かったっていうのがありましたね。当時ね、この中東地域を握っていたのはイスラームで、イスラームに昔ヨーロッパっていうのは攻め込んだんだけれども、全然強くて押し返されちゃったね。そんな歴史があったんですね。なので、特にこうポルトガルとかね、後で出てくるスペインみたいなカトリックを信仰している、国からするとイスラームはすっご
まり怖かったんですね。でもう一つね、これもちょっと後の方でね、後々の講座で説明しようと思いますけれども、当時のヨーロッパっていうのはね、宗教改革っていうのがね同時に起こってたんですね。それはカトリックっていうね、ヨーロッパの、キリスト教で一番強い流派を否定して、プロテスタントっていう新しい流派が生まれていく、そういう運動なんですけれども、そこにね対してカトリックっていうのはあまり有効な対策を打ち出せずにね、ヨーロッパですっごい苦労しますね。なので新しいカトリックの信仰する地域を見つけようっていうのも、実はこの彼らの、遠征の一つの目的でもあったわけですね。なのでイエズス会って知ってますよね、皆さんね。日本にねイエズス会、フランシスコ・ザビエルが来てね宣教布教をしましたね、そんな話ありましたね。これをねやってたっていうのは、実はそういうところから来てるんです。じゃあロゴだでね、ここにねちょっと日本開拓の失敗って書きましたね。これね、日本史、知ってる方はねこれ詳しいかなと思うんですけども、結局ね、江戸時代ね鎖国やりますよね。鎖国やった時にポルトガル船の来航禁止っていうのをやりましたね。それからキリスト教も原則禁止して、踏み絵をやったりとかしますよね。それってどうしてかっていうと、当時のね江戸幕府、もっと言うと豊臣秀吉の代ですね、にこのキリスト教っていうのが政治利用されるんじゃないかっていうのを恐れたんですね。それほどまでに当時の日本ではキリスト教が一斉に受け入れられていったね、そんな歴史があったわけ。それをものすごく豊臣秀吉も徳川家康も、警戒をして、結局ねポルトガル自体の出入りを禁止してしまったっていうのがあったんですね。でなんでこれがね、ポルトガルの失敗につながっていったかっていうと、日本当時ねめちゃくちゃ銀が出たんですね。石見銀山って知ってるかな、島根にあるんですけども、そこから銀が出てね、それが交易によくよくこう使われるようになっていった、そんな歴史があるので、日本と貿易ができるっていうのはものすごくメリットだったわけだから、オランダっていうのはずーっと出島っていうすっごい狭い場所に押しとどめられながらも、しぶしぶ日本と貿易を続けていった。それはなんでかっていうと、日本とやることにものすごくメリットがあったからなんですね。逆に言うとポルトガルっていうのはここで日本をうまく開拓できなかったのがあったので、徐々にねこうしぼんでいったっていう、そういう歴史があるんですね。じゃあロゴだ。で最後のポイントね、いきますけど、これねさっき言った王族の影響が強かったっていうポイントにね、密接に関わっていくんですけど、ポルトガルっていうのはね実はこの大航海時代の間、1580年なんですけども、スペインと併合っていう出来事があるんですね。要はねポルトガルのね王様が死んじゃうんですね。で次に王様になった人もすぐ死んじゃうっていうのがあって、何が起きたかっていうと、スペインで当時強かったフェリペ2世っていう王様、この人がポルトガルの王様も兼任するようになるね、そんな出来事が起きたんです。でこれでスペインと併合したっていうのが、このねインド経営とか東南アジア経営にどういう影響を及ぼしたかっていうとね、一つにはスペインはね南米に忙しかったね、っていうのがあるんですね。どういうことかっていうと、ポルトガルね、前回も説明した通りですね、カブラルっていう人がブラジルを発見したね、ポルトガルはブラジルを、領地にしていたんですね。でそれに加えてスペインという国はですね、これね世界史留習者はぜひ、一緒にね確認してほしいんですけども、メキシコのアステカ帝国を滅ぼしたのはコルテスでしたね。そしてペルーのインカ帝国を滅ぼしたのはピサロでしたよね。それぞれ4文字のカタカナ、3文字のカタカナでセットで全部覚えるね。これ大丈夫ですか？はい。ということでね、南米に忙しいというのは、スペインとポルトガル合わせるとですね、実はメキシコとペルーとブラジルというね、この中南米の3カ国、これを抑えちゃったんですね。で、スペインとポルトガルってそんなに人口いません。ね、数百万人の国です。ちっちゃい国です。ね、そこで南米を経営しています。で、そこに加えてアジア、ここはカリカット、それからモルッカ諸島、ね、また、その中国、それから日本の方までね、手を伸ばしてます。もう人手が足りないんですね。なのでスペインと併合してしまったことによって、よりアジアへ注力できにくくなったっていうことがあります。はい。
それからもう一つオランダが独立ねっていうのがありますけれども、これはねもともとオランダっていう国ね、スペインの一部だったんですね、同じハプスブルク家っていうね一つの家が、所有をしていました、支配をしていました。なんですけど、オランダっていうのはね宗教改革っていうので、新しい、宗教新教ね、プロテスタントにつくので、スペインっていうねいわゆるカトリックを信仰している国から離れようとしたんですね。でその独立する過程で戦争が起きます。戦争が起きるっていうことは当然お金も使いますとね、人も、いっぱい、そこに、よこさないといけない、そのね食料だって戦地に送らないといけないですよね。ということは、こっちの戦争に集中をしないといけないね、ということで、こういう貿易にね回せる人手だったりお金だったりがどん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 少なくなっていったっていうことで、しかもその結果オランダが独立しちゃったんですね。なので、結局国力を失っちゃったっていうことなんですね。なので、結論、アジア交易の主役でなくなると書きましたけど、最後ね、このインドっていうのは、皆さんもご存知の通りイギリスの手に渡るんですけれども、その過程でね、オランダとかイギリスとかフランスとかそういう、今までになかった、今までカトリックではなかった国がね、どん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 勢力を増していくことになりますね。でその勢力を増していく中で、このスペインとかポルトガルっていうのはどん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 影響力を失っていったっていうことなんです。じゃあロゴだ。というわけでね、今回は、ポルトガルとインドの関係、を見ていきました。で次回からね、この動画は、さらにねこの東インド会社っていうところにねフォーカスを当てて、皆さんにね、インドの歴史をよりよく分かってもらおうと思います。具体的には、オランダ、フランス、イギリスというところ、3つのね東インド会社をそれぞれこう見ていきながらね、それぞれがどういう支配体制を取っていったか、その結果イギリスがどういう風にしてね、インド経営っていうところにこう乗り出していくのかっていうところをね細かく、説明をしていきたいと思いますので、ぜひぜひね、この動画続きが気になるなと思った方はですねチャンネル登録よろしくお願いしますということです。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。ではチャオ、バイバイ。今日は見てくれてありがとうございます。この動画がいいねと思ったらチャンネル登録、いいねとコメント、 SNS のフォローよろしくお願いします。